出勤前の旦那様に向かって奥さんが、あなた行ってらっしゃい、今日も一日お仕事頑張ってね、もしくは学校に行く子供に向かってお母さんが、まるまるちゃん行ってらっしゃい、今日もお勉強頑張ってね、そんなご家庭が多いと思うんですけれども、これって微妙だと思うんですね。それよりも僕の方からさらに幸せになるご提案があります。それは、はい、こんにちは、庄司です。いつも通りワンオペの日に撮影をしております。トモキはどこかな、息子はあちらで、うちのワンコたちと遊んでます。かわいっしょ、おいしょと。今日はですね、僕の YouTube リスナーさんの多くの人、まあ皆さんですよね、皆さんの大部分を占める真面目さんにこそ聞いてほしいような内容になっております。テーマは、頑張りますを〇〇〇ますにすると人生は一気に開けるよということでお届けしたいと思います。この動画を見た瞬間からあなたはきっと心が楽になりますよ。はい、未来が変わりますよ。そんな感じになってますんで、よろしくお楽しみください。いじめてんの、すいません、ちょっとワンオペなんでうるさいかもしれないです。冒頭の話に戻りますけれども、何か頑張ってねっていう言葉の中には、なんかほら、困難に立ち向かうとか、嫌なものを乗り越えなきゃいけないみたいな、ともすればネガティブ的なイメージを感じるんですね。てか、そこまで仕事が嫌なんとか、勉強ってそんなに辛いかって僕は考えてしまうんですね。まあちょっとひねくれてるからかもしれないですけどね。で、話を少しだけ変えまして、僕はもう耳の中にタコができるほど、てかもうタコがずっと住んでるんじゃないかっていうほど聞き飽きた言葉が2つあるんですよ。それがストレッチ頑張りますとダイエット頑張りますですね。もう僕の YouTube コメントにはこの2つの言葉が行列できるんですよ。僕はね、この言葉を聞くたびにね、はぁ、頑張るよりも楽しんだ方がいいのになって心の中で毎回思っているんですよ。だって頑張るって言ったら、なんか頑張らなきゃいけない義務みたいだし、なんかしんどいとかきついとか気が重いとかで、そうなってくるとやっぱりしんどいから続かないっていうようなイメージで、それが口癖の人はなんか眉間にシワが寄るようなイメージですね。一方、楽しむは、楽しいぜ、嬉しいぜ、喜んでやるぜ、ワクワクだぜ、ゲーム感覚だぜみたいな、楽しいことをやります、楽しいからこそ続くし結果が出やすい、人生ウキウキみたいな、それが口癖の人は笑いじわが染み付いているような感じね。180度違うでしょ。だってストレッチをやったら痛みが取れる自分が楽しみでストレッチをやるわけじゃないですか。もしくはダイエットをやったら、ダイエットをしてすっきりした体になるのが楽しみでダイエットをするわけじゃないですか。じゃあ頑張りますじゃなくって、楽しみますの方が全然良くないですか。そう言い換えるだけで、その言葉通り楽しいものに遊びに行く、ルンルンみたいに仕事だとか学校を捉えることができますよね。あと、さらに致命的なエラー言葉があるんですよ。はい、エラー言葉もスーパー NG 言葉があるんですね。それが、頑張って続けますですね。いやいやいや、自分で言っててこの言葉の尻滅裂さ、とんでもなさに気づいていないでしょう、みたいな。大丈夫か？なんかどっかに打ったみたいです。痛くないな、大丈夫大丈夫。いえいえ、頑張るから続かないんじゃないですか。しんどいから続かないんじゃないですか。それとも一生言い続けるんですか、一生苦しみ続けるんですかって話ですよ。それってどちらかというと、なんか水中でアイロンかけるみたいな、その努力は多分実らないんじゃねえって、そんな感じがするんですよ。すいません、はっきり言ってしまって、大好きだから許してください。なんかね、でもね、頑張って続けますっていう世界観で生きていたら、頑張るから成長する、逆に頑張らないと成長しない、それが問答無用のルールになってしまっていますよね。残念ながらこの強烈な NG ワードも僕の YouTube のコメント欄に列をなしますね。山盛り見かけられます。はい、もう皆さんももしかしたらもう使っちゃっているかもしれないですけどね。ということは、多くの人がそっちの間違った方向だとか苦しい方向に行っちゃっているっていう証拠だと思うんですね。ですが、もう何でもかんでも頑張りますって言い張っていたら、しんどいし続かないし結果出ないし眉間にしわ寄るし、ですので非常に僭越ながら、私庄司が皆様の人生の方向性を修正させていただきます。もうほとんどの皆さんは続くと幸せになれるって分かって
っていると思うんですよ。で、分かっているけれども続けられない一つの大きな理由は頑張るからですよ。ならばそれに対しての最高の防御策としては頑張らないようにする、はい、頑張りすぎないようにする、それだけなんですね。それでもどうしても私は頑張りたいのっていう人こそ僕の方からウルトラCの提案があって、それが頑張らないように頑張るんです。結構真面目です。はい頑張らないように頑張る。はい、どうした、大丈夫か。特にですね、心の病を抱えている人とか、あと今生きづらい思いをしている人、そういう人こそですねこの言葉を必要以上に使う傾向があるんですよ。はい、もう僕調べてそれは完全に判明しているんですよ。そもそもね、もう昔の僕がそうだったんですよ。クッソ真面目だったんで、もう昔はね、当時めっちゃしんどかったんですね。当時の口癖のトップ1が頑張ります、2位が大丈夫ですだったんですね。全然大丈夫じゃなかったんですけど、心も体も壊したから全然大丈夫じゃなかったんですけれども、大丈夫です、頑張りますってもう言いまくっていたんですよね。だからそれはあんまりよろしくないですよと分かってるんですね。ましてや僕をフォローしてくださる方、まあ皆さんですよね。もう皆さんで僕がどれだけアホなふりをしていても、あ、この人根がクソ真面目やなって見抜いていると思うんですよ。で、そんな人が大半だと思うし、おそらく皆さんも根が真面目だと思います。思い当たるっしょ、類友でしょ。で、なんか必要以上に気を張って必要以上に疲れてませんか。なので頑張らないように頑張ること、それを心がけるといいと思います。それを意識するだけで人生らい楽になってくるんですよ。経験者は語ります。それってただの言葉遊びでしょって思われる方もまだいらっしゃるかもしれないですけれどもね、ちょっとよく考えてみてください。今現在の皆さんは何でできているかですね。はい、もうこれを分析してみると間違いなく過去に行った行動と意識、それに習慣であなたはできているんですよ。はい、行動、意識、習慣ですね。毎朝まるまるちゃん頑張ってねっていうのは習慣じゃないんですか。ダイエット頑張るぞって思うのは思考習慣じゃないんですか。頑張って続けるぞって口に出すのは習慣プラス行動じゃないんですか。はい、ですよね。なので日頃あなたが無意識にせよ、まあ意識的にせよですね、使っている言葉があなたを形成するんですよ。あなたが発した言葉があなたの未来を決定づけるんですよ。だから頑張りますが口癖の人は頑張る人生を送るし、一方楽しみますって言った人生は楽しい人生を送るんですよ。はい、僕は頑張りますが口癖の人あんまり幸せじゃない説を取っています。もう僕がですね患者様に言う言葉があって、あ、お初の方は初めまして、オーストラリアシドニー在住の庄司と申します。一応こちらでカリスマセラピストとして治療院を運営させていただいております。ちなみにめっちゃ嬉しいです。そんな僕がですね患者様によく言うのはですね、悪い癖が悪い姿勢を作るんだよと。で、悪い姿勢があなたの不調の原因になっているから、まずは悪い癖を直そうねっていうことをよくよく言うんですよ。で、それをアレンジさせると悪い口癖が悪い未来を作るんですよ。ましてやそれが毎日の挨拶だとか定型句だったらなおさらです。塵も積もれば山となるみたいに、毎日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 頑張らなきゃいけないものに立ち向かう、この姿勢で生きるのと、毎日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 楽しい仕事に向かっていく、この姿勢で仕事に立ち向かう、この人たちの5年後10年後15年後も全然違ってくるじゃないですか。はい、口癖が未来を形成するんですよ。ならば口癖からあなたの未来を変えていってください。言葉から人生を良くしていきましょう。はいですね。なので僕たち夫婦はですね、もうついさっきもそうだったんですけれどもね、お互いを仕事に送り出す時には頑張ってねじゃなくって楽しんでねなんですよ。そういう言葉をかけ合うんですね。爽やかっしょ。これで家庭も仕事も得るんです。うん、サングラス必須で。はい、じゃあ行ってらっしゃい、楽しんで、バイバイ。はい、というわけでした。というわけでまとめるとですね、普段からどんな言葉を使うのか、それ次第であなたの人生は大きく変わってきますよ。その言葉の代表例が頑張ります。で、だからそれを楽しみますにしてみたらどうでしょうかっていうご提案でした。その口癖を一つ変えるだけでも、仕事も勉強もダイエットもストレッチも、さらに言えば人生そのものも楽にスムーズに生きやすいぞと。特に真面目さん、あなたです。はい、そう、あなたですよと。あなたこそ頑張らないように頑張ってみてねという話でした。
はい、庄司チャンネルではかっこいい体の作り方、健康体のなり方、夢の叶え方、幸せな生き方に特化しています。チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。いいねも押してください。僕は何とかして苦しんでいる人たちをお助けさせてほしいんですね。そのための知恵を全力でお届けさせていただきます。その思いだけで僕は YouTube 活動をしています。もし共感してくださる方はシェアだとかコメントをくださればすんごいすんごい嬉しいです。普段あなたが使っている言葉が未来を形成するんです。言葉から未来を変えていきましょう。全力で応援しております。というわけで YouTube リスナーの皆さん、今日も一日頑張ってではなくって楽しんでくださいね。ではでは、さよなら。この先々でしょっちゅうやってますもん。はい、おかげさまで健康そのものですよ。さらにさらにもっと深く知りたいぞとか、もっと体について学びたいぞっていう方、大前提があるんですよ。大前提として人の体は全